ニッコニッコ動画。なんかニコ動の部屋っていうのがあるらしいんですよ、ね。そうなんですか。これなんか動画とか撮れるらしいですよ、ね。へえ。じゃあ今それ聞いたらダメなんですかね。とかちょっと今聞いてみた方がいいですか、ね。おうおうおう、はい。ニコ動の部屋で YouTube を流すっていう。あの姉ちゃん一人で見つけやってる。今ちょっと一人で注文してきた時に聞いてみますか。ドリンクなどそれめんどくさい。なるほど。こんな体の病が出ないから。もう今惨殺されてみんなもう死体が転がってる。強盗が入ってやばいですよね。バイオハザードみたいな。それ面白いですよ。その死体を差し切って飲み物頼んだ時でもいいと思うけど、荷物がすげえ俺ら多いんで、はい、なるべく荷物が少ない時の方がいいです。移動するんだったら初めに行った方がいいです。そうですね、やっぱり3回目のチャレンジ。こんな世代になるんですか。かけても間違いない。殺されてるもう来たね今。これ繋がってないんじゃないですか。もうあの切断され、切断されてそれか無視されてるか。カメラスだもうやられてますから。いやこれ事件が起こってる。事件が本当にこの事件が起こってる。怖いっすよね。嘘でしょ。外見ても何も。そう、今なんで外見たの。店員もいないから。店員もいないんですよ今。なんで外見たんで。店員もいないですよね。俺が一本ネタ動画なんです。なかなか出ないシダックス店っていう。4回目ですよね。4回目ですよね。あんまこの短時間の間にかけない方がいいですよ。ずっと鳴らしっぱなしの方がいいかもしれない。切ると別の部屋って思われると、あ、寝て別の部屋って言ったらいいね。そんな人いないじゃないですか。でもこの時間じゃあもう、いやこれ何、下でも今殺人事件が起こってるとしか思えない。でもそれぐらい急に出ないですよ。完全になんか起きてるんですよ。事件の香りがしますから。あ、すいません。ですね、なんかあのニコニコ動画のなんか部屋みたいなのがあるんですけど、これ、はい、今スタッフ来るそうです。うわ、よかったですね、はい、事件じゃなくて。そうですね、その撮ったじゃないですか。はい、はい、なんかニコ動のなんか部屋があるっていうのを聞いたんですけど、料金は変わらずですか。はい、ニコニコ動画、はい、全然おもろい。だから全然聞こえます。あ、この生放送だから、この廊下に生放送っていう。あ、オンエア。そう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 。あ、なるほど。あのニコ動ではなくて、ここシダックスに生放送っていう。なるほど、そういうことですね。そういうことじゃないですよ。なんで納得するんですか。なるほど。